はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしね、自宅から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいな白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はね、先日、悪性リンパ腫と公表されました、あの葛西さんについてね、葛西アナウンサーについてね、お話しします。まあ、葛西さんのね、病気は先ほども言いましたけども、悪性リンパ腫といってですね、血液細胞がリンパ球になるんですけども、そのリンパ球が癌化する病気です。で、また先日退院された池江璃花子さんはですね、急性リンパ性白血病という病気でですね、それは、血液細胞がリンパ球になる前に癌化する病気です。まあ、このようにね、リンパが癌になる病気っていうのはね、たくさん種類があります。まあ、例えば僕がなった、急性骨髄性白血病っていうのはね、血液細胞が白血球になる前に癌化する病気です。でまあ、これらをひっくるめて分かりやすく血液のがんと呼んでます。まあ、これでね、こう何が変わってくるかと言いますとね、治療法なんですよ。でその治療をするにあたってですね、安全にこう治療できるかっていうのを見極めるためにね、まあ、事前にたくさんの、ね、検査をします。もちろん最初に血液検査をして、これは血液のがんやなって、まあ、白血病やなって、悪性リンパ腫やなっていうふうに疑いがね、分かるわけなんですよ、血液検査とかで。でそれで詳しく調べてみて、あ、血液のがんやなってなって、でそのこれを治療する前に、まあ、その体の状態でさまざまな検査を行うんです。でそしてその体の状態を見てですね、先生が、どの抗がん剤を使うのか、そしてそれに伴う副作用を抑えるためには対処法を、考えてくれて、やっとこさ治療が始まります。まあ、葛西さんはね、これから入院されて治療が始まります。葛西さんがかかったようなその悪性リンパ腫でもね、実はね、70から80種類、あります、種類がね。まあ、それによってまたこの治療法が変わってくるので、この見極めがどれだけ大切なのかが分かりますよね。まあ、血液のがんというのは実は原因不明なんです。自覚症状が分かりません、本当に。まあ、分かれるとすれば、このね、今回のその悪性リンパ腫とかの場合であったら、リンパ節がね、腫れるという症状がね、出てきますけども、まあ、リンパ節ってね、体中の至るところにあるんです。で分かりやすく腫れてくれれば、早期発見、早期治療ができるんですけども、まあ、分かりにくい、こう、体の奥の中のリンパ節がね、腫れてもですね、分かりにくいんですよ。まあ、自覚症状がないとはいえども、まあ、血液のがんというのはね、まあ、長期にわたって徐々に体力が失われていきます。で、その期間はまあ人それぞれなんですけども、このいつも持ててた荷物が持てなくなったりとか、いつも登れてた階段が登れなかったりとか、日常生活を送る上でね、いつもできてたこととかあるじゃないですか。まあ、そういうのを少ししただけでもですね、息切れしたりします。それとね、体重が減ったりしますけどもね、まあ、これまで生きてきたその痩せ方の感じとか、そんな感じじゃない体重の減り方をする場合もあるんですよ。僕も、こう、あれ、俺ダイエットしてないのに体重めっちゃ減ったなっていう時がね、実はね、ありましたね。まあ、そんな体の異変にね、気づいた葛西さんは、検査をしてもらった時にね、まあ、その別の病名をね、診断されたらしいんですけども、まあ、その時にその先生がですね、まあ、CT か何かでしょうね、怪しい影をね、見つけたとね、まあ、見つけてもらえたらしいんですよ。で、まあ、どっかのリンパが腫れてたんやと思います。まあ、ね、葛西さんはまだまだ若いので、まあ、しかもね、早期発見なので、比較的早期としての治療が始められますので、まあ、焦らずね、じっくり治療をしていただきたいです。でそしてね、テレビに戻ってきた元気な葛西さんをね、みんな待ってると思うんで、皆さんちょっとね、応援していきましょう。今日は以上になります。最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。